週の土曜日すぐじゃないですか。もうすぐな、ちょっとギリギリになっちゃって申し訳ないんですけどね、江口ビール部のイベントありますんで、これぜひよろしくお願いします。それでは行きましょうじゃない、行きましょうじゃない、まあこれ本当に毎回 M1 に合わせてるわけじゃないんですけど、たまたま今回も生配信になっちゃった。まあまあ M1 のせいで生配信になった。まあ M1 が水曜日にあるからこういうことになってるんですけど、昨日ね、ありまして、今日の日を昼に来まして、我々決勝敗退と、はい、どうですか、期待してた方がおめでとうございますね。まあまあいろいろとこう言いたいことあると思いますが、やっぱりよく言うないでまず本だし、25組ですからね、受けたとしてもなかなか上がらなかったりとか、そうだなと、あとはもう直接的なもんですけど、こういうの言っちゃダメとか、まあ、歌ったらどうとか、芸能人の名前出したらどうとか、歌ったらどうとか、なんかこういうタイプの歌とかあるなって思いますよ。いろんなことがあっての結果だと思うんですけど、我々に関しては受けが足りなかったただ単に笑いの量が、ね、少なかったんでいけなかったと思う。そうね、だからやっぱりせっかくこういうタイミングの生配信あるんで、僕もふざけんなよ、なんで落としてんだよ、歌ったらあったろって言いたいけど、そっちもありましたよ。そんな言える受けじゃない、そんな言える受けじゃない、これはもう良かったけどな、見てよ俺ノーミスだもんな、そんなハードルなくて受かるわけねえだろ、そもそも俺は本当にやっとここ数年で行ったって言ったら、そこで褒めたらよってことはお前ね、もっと言うとやっぱね、今回のネタもう毎回お前でミスってたの、ずっと。そうそのせいでもう試せなかったの、一つもその真の受けは測らなかったの。結局俺のせいか、お前で 99.9% 悪いんだ。だってこうライブ後もっとライブ優しさで 0.1% 受けおったけど、服超えとるだって、服超えるってどういうこと、100超えるってはないです、ほぼ悪いです、まあ、そんなことはないんですけど、実はね、ライブもいつもよりこう出られるか少なかったから、まあまあまあ、お願いしてこう入れてもらって、これをネタ試して、あ、これ受けないな、ちょっと変えるかっていうふうにやっていくって、直前のライブまで全部ミスしましたもうすごい、だからよくできたよ、逆に。よくやったよな、やったよ、怒られるから。こうやったよ。いや僕はな。すごいんですよ。まあまだネタ動画上がってないんで、配信とか会場とかね、会場とかわかんないと思いますけど、まあディベートのネタやってね、逆を言ってくるんですよ。ちゃんとアート分けで。それがだから本番ではやっぱりノーミスでいけます。いやいやだからノーミスかどうかって問題じゃないんです。一人もいないんです。ミスって少なくて。もうあって。まあまあでもしょうがないですね、こればっかりはね、まあ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 、しっかりやってきたかなとね、まあもうちょっとこうね、やるとね、しっかりやってきたかなと、来年は頑張れよ、クビにするぞ、ウエストランドが人事権、いや、そう人事権、それはそうです、ウエストランド、僕なんだ、まあでも違和感何あれ声聞かせるそんなハードルマジで、炎上してない今コメント炎上するぞ本当に、なんか嘘でもやる気だけあってくれそうみたいな、やる気しかない、本当は悔しいんだよ、ジョーカーよく言うだよ、なんかいい感じにするんだよ、ジョーカーなんで主役に据えたんだよ、映画に主役に据えたんだよ、いいだろうか、まあ、つまんないんだから、やっぱり何よりつまんないんだから、いいだろうか、つまんないって言って範囲はこれでつまんないんだよ、ウエストランド半分でつまんないんだから
まあでもね、悔しいは悔しいですね。悔しいよ、悔しい。やっぱ M1 ってすごいなってこう結果出てから思わされますよね、うん、あの別に他の番組で滑ったりとか、うん、まあ、カットされたりとか、うん、そんなことは全然ありますけど、うん、それとはやっぱもう反響が違うじゃないですか。違いますね。まあ、行った人はもちろんそうですし、我々も行ったら去年から多いので、まあ、まあ、本当にもう、なってます、なってます、なってます。ここで通ったら何だったのか連絡来るのが M1 ぐらいじゃないですか。うん、そうそう、本当そう。だからこそね、どうでしたか、やってみてみるか。まあ、3回戦は結構ね、良かった。僕は見切ったにもかかわらず、それをしのぐぐらいいいのが強いでしょ。うん、でも準決、結局その前2組ぐらいはちょっと見れたんだけど、コロナ禍でもうギリギリまで舞台上も入れないんで、そうそう、見てたらやっぱ確かに井口が言う通り分かったんだなって思ってるんだよね。今やってみて、デミとかやってみて、がやってみて、あ、確か受けたんだよ。それに比べたらちょっと良かったなって思って、すごい満足げな顔でいいんですけど、そうそうそう、あのノーミスだったから、それも肩で稼ぎちゃった、恥ずかしい。大宅さんと肩で疲れたもん、吐いてねえじゃん。大宅さん肩で、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 すいません。いや、そりゃそうだ、やっぱちゃんとセリフが言えたから。そうそうそう、大きいかい、なんでもない出来事なんだよ。ちょっと怖い。いやいや、こういう話すようなトピックじゃないんだよ。なんでもない、ただ後半のスタートだ、ただ開拓するとちょっとぶつかっただけの話だから、ネタができた。聞いたよ、なんでもないんだよ、そんな話。エピソード、このようなエピソードで一番弱いよ。ザオーでしょ、ザオーの1分どこで大滑りでしょ。いやでもまあまあ本当にまあね、いや受けてたからね。言うとね、まあちゃんと全部見れてないけど、めちゃくちゃ受けたのにでもいうわけですから、うん、これはね、悔しいだろうって言ってたので、言ったら漫才工房なんか同じだから、ね、同じです。漫才なんか、まあ、あのみんな良かったと思うし、特にストレッチとかまたコメントとかみたいですけど、っやっぱり秋山レッジ誰よりも早いスタートになる。そう、来年に向けてね。いや、でもそう思い出して去年の漫才工房って言ったらその番組でやってるんですよ ね, ね。で、コンテッションの前にやってしまう、ただ落ちてやったもん、で去年僕らだけ受かったから、僕らだけそのままの調整やって他の若手は負けた。僕もまあ準決勝で頑張んなきゃいけないけど、あんまりこういうこと言うことないけど、後輩から何かあって感想教えてほしいから、何か言ってくれる。今かけたらひどいだろ、あいつら。こんなに後輩引きずれてライブやってんのに、そうじゃない、何一つ協力してくれなかったんだから。もっとこう後押ししてほしかったんだ。そう、ああ、ワンスタートだよ、見れたら見ますよ、まあ、新ネタじゃけんしょうがないっちゃしょうがないんだけどな。まあね、みんなギリ